さ、ちゃんとしてる、ちゃんとしたドッグトレーナーがちゃんとついてたのがすげえなって思って、はい、ボブが吠えて興奮してるからすぐには返さなかったって言ってたじゃん。あ、全然出てこないからどうしたのかと思って、っていう説明した時に、あ、なんかここ信用できるってさらに思ったんだよね。普通だってすぐ返しちゃうじゃん、なんか犬興奮したまんま。確かにな、興奮した状態で帰ったらそれをデフォルトになっちゃうからな、犬もな。確かに興奮を抑えてから返すのはまあそうね。犬が吠えないようにするためにも、家帰ってきた時犬が興奮を収まるまでは構わないようにしてるな、基本は。つい構いたくなるけどね。そこがあれだしな、ね、ん、あれジャイポはあそこだしな、ね、まあ、代わりじゃないしね。あ、そう、あそこ、今回どこ、エクサイトか。だからなおさらめんどくせえんだよ、うん、トンタラ預けるとこねえからさ、まあ、うちとひたすら外で散歩するしかない。うん、またせん名前だし、ね、っていうことでやめた。まあビッグサイトじゃねえよ、幕張でも行かなかったと思ったよ。うん、多分それ発言してるってことはちょっと乗り気じゃない。あの DR はマジで見たかったけど、うん、海外線に、海外線、あ、うん、超うめえんだろうな。そしたら急に、ね、全部批判した、あの反対にしました、あの失格にさせました、ね、はぁって思った。そんだけ頑張って顔切れて遊んでたのに。見たかったね、海外線。あのね、女性もうめえやついるんだよ、すげえのが。男性もやべえんだけど、それが見たかった。だって女性なんだろう、あれ難易度レベル19なんだよ最高、うん、で17でもめちゃくちゃむずいんだけど、うん、それをもう何て言うんだろう、満点近く出した人がいるんで女性でも、うん、マジでと思って超見てえじゃん。そしたら、いや、これません、これあの失格になりました。嘘でしょ、さすがにあれかわいそうだなと思ったけど、うん、だったら初めからさ、海外の人は今回禁止ですってコロナみたいな感じでさ、やってくれりゃよかったじゃん。あの、そういうの言ってたんだけどね、その人も、うん、初めから言ってくださいよ、そりゃそうだわって。めっちゃくちゃ金かけてると思うんだよ、やっぱり。いや、そりゃそうでしょうね、うん、出場したいから。海外の男性の方ね、クリスさんって言うんだけど、ちょっと良くないことをしたみたいなことを言われてるっていうのはあるんだけど、なんか DDR のそのデータみたいのを採取して解析したみたいな、ただ言ってるだけで分かんないんだよ本当は。その本当にやったかどうかなっていうのもあるから、俺ちょっとそれどうなのって感じはするけど、風の噂みたいな感じでしたって言われてて刺されてただけだったから、あ、実際は分からん。そう、いちゃもんじゃないのってのは思っちゃうんだけど、そんな簡単に解析音ができないってっていうか、そんなできないって多分普通に考えて、すごい、そのまだ確定的なさないんだよ、そういう写真なんだろう、スクショとかでさ、こういう風にやってるよみたいな、ない段階でよくそんな俺の首を取ったかのように言えるなとか思っちゃう。もしそういうこと、そういうデータを取れるとしたら、うん、内部の人間が金で売ったぐらいしかないっすよ、うん、そういった、まあ、論より証拠みたいなやつ欲しかったからさ。あの、ちなみに前々のやつはやってた、ちゃんと無賃電車、その動画が出回ってたから、あ、こいつらガチでやってたんだと思って、まあ、動画撮ってたやつもすげえけど、その動画 YouTube にまだ転がってるんで、あれはマジでびっくりした。お、こいつらマジやんけと思って。けどその解析のやつは俺一個もスクショ見たことないから、嘘なんじゃないのって思わざるを得ないんだよね。まあ待ってたら、あ、そうだったんだねってなるけどね。あ、それは良くないねってなる。っていうのはちょっと話を戻すと、その改善ゲームやったこともあってコナミがそうしたんじゃないのって言われてるのもあるらしいけどね、ただそれぞれ違うんじゃないのって思って、ね、
たか、あ、失格になったかっていうと、うん、まあ、単に海外勢だからっていう理由じゃないんだけど、なんかね、海外がその KAC、うん、該当する曲をやるためには、なんか日本のアカウントを作ってやらないと解禁できないらしい。ちょっと俺わからないんだけど、これ詳しくは。その海外じゃないと。要は海外のアカウントをそのまま使っても、その KAC に該当する曲が解禁できないらしくて、やむを得ず日本のアカウントを作って解禁させて、でその解禁させたアカウントと紐付けて、その本垢のアメリカのやつと解禁させるってやり方だったかな。全部落としてくれたんだ、あの、うちの、あのワゴンね、いい人があれば、うん、でも、まあ、そんなスピード上げて降りんなよ、あと動物出てくんぞ、まあ、そういうことで、まあ、そうカード2枚使っちゃったってとこで不正行為みたいな解釈されちゃったのは、まあ、しゃあないのかな、若干規定があるからしゃあねえなと思うけど、そこでも特例を変に出しちゃうと、この先いろいろ面倒くさいから仕方ないだろうけど、だったらやっぱそうだね、最初にね、日本の ID しかできないので、でなんか国内限定のイベントになりますとかさ言ってくれよみたいな、ほのめかすようなことは言ってたんだけど、例えばその日本語喋れない人は出れませんとか、あんまりはっきり言うと差別みたいに言われるから、うん、遠慮がちに書いたのが逆にあだとなったんじゃない。イベントごとはズバって書かないと。いや今回その海外の人が禁止ですとか言ってるやろったんだけど、まあっていうのと、そのなんか、なんだろう、その解禁の仕方とかもちゃんとコナミ側も出してあげるべきだっていうのもあるけど、そうね、うん、あ、こういう風にやれば海外の人も参加できますよ。ちょっとあれ曖昧にしてたコナミは良くない、全般的に良くないかなって思って、そう海外勢を禁止にしたいのか、それとも何だろう。ただ俺ね、旗から見るとその KC の予選を突破するためのお金だけを採取して、うん、採取だけさせて海外勢1位になったら全員1位なんだよ、うん、全部1位なんだよ、男性も女性も。そうやべえんだよ、だから本当ちょっとだから見たいじゃん、そういうのがあって見たいってあったんだけど、カード2枚使って不正してるんでダメーみたいなね、表向きそういう海外で全員失格になっちゃった。だから全員っていうのでまずおかしいと思うじゃん。確かにね、うん、カード2枚でやってるのは確かに不正行為みたいなって前からなんか言ってたけど、だったらやっぱ最初にちゃんと言ってあげないと、それはかわいそうで、うん、落ち度だな、コナミ。だから俺は旗から見るとそのやり方が、そのなんだろう、一応参加だけさせてお金だけ、そのなんだろう、予選まで通過させるまでの養分じゃないけど、お金だけを、まあ、そう採取させて、でいざその決勝になりましたってところで、え、あなた方、まあ、ちょっと2つ真ん中ってやったでしょ、はい、失格みたいな、なんかちょっと汚いやり方なのかなって思わざるを得ない。いや、それがそのちゃんとしたやり方あれば別よ、そのたったその1アカウントで海外勢もその KC 参加できるっていう、そういう風な請求ルートあるんであれば別よ、ないみたいなんだよ多分。だから全部やってる時点でもないじゃん。それをするんだったらやっぱさ、うん、そのなんかこの課題曲が解禁になってない、うん、まあ、筐体というべきなんか国というあれなんかね、うん、の場所では参加不可となりますので、あらかじめご了承くださいませとかして、やっぱちゃんと言ってあげないと、そのまあ次にまた同じような大会になったら同じことがないようにちゃんと策を練ってくださいねとしか。ただ海外ではもうやらせないかもしれない。まあやらせてないのかもしれない。日本人だけで盛り上がりたかったのかもしれない。盛り上がんねえよ、悪いけど DDR に関して。いやでもすごいプレイヤーだったらそんな国籍問わず呼んだ方が盛り上がると思うんだけど、うん、でも見る人はみんな別に何人がとかさ
国気にしてないですよ。すげえプレイヤーのプレイみたいだけじゃん。っていうかむしろビジネスチャンスは潰してるようにしか見えないけどね。海外が注目するとも相当なことだと思うよ。そのチャンスは潰してるからね、あえて。なんでそんなことしてるのか知らないけど、よっぽどそのなんだろう BPL っていうあるんだよ一応コナミのそのプロゲーマーの大会みたいなやつ、それを盛り立て盛んにさせようとしてて、そういうのやってるのか知らないけど、まあ良くない方向に転がっていくと思うのあれはさすがに、ちょっとがっかりだったなって感じ。すげえ。なぜかヤス君と仲いいんだよね、その海外でっていうのもあってさ、ちょっと楽しみにしてたんだけど。すげえ明るく撮れる。あ、そっちはこれもう 6S だから。あそこスカイラインさ、これで撮らせてあげようか。どっちでもいいけど、でこんだけ明るく撮れるんだったらその方が楽しくない？どっちでもいいけど。いや、どっちでもいいけど、あまりにもそれ真っ暗すぎてかわいそうにも見えてきちゃったからな多分まだ多少容量がいい。もうすごいな、この iPhone。そりゃそうだよ。本当にちょっとの光だけでこんだけ明るく撮るんだ。うん、86だ。やだ、これいい感じに映ったかしら。ただそれ疲れるからあれがいいんだけどね。僕なんかやっぱ自撮り棒。あ、自撮り棒でもいいけど、ね、うん、自撮り棒でもいいよ。あの腕さえ上にずっと上げてないきゃ。うん、それ多分疲れるよ。え、今これ撮りたいだけだよ、マジで。うん、久々に椿ライン。やった、久々に。ちょっと疲れた、でもしようやった、なんか86が運よくも映っちゃった。ナンバープレスをさえ映ってるけど、普通に載せちゃおう、ツイッターに。ただ前、こさ合わせた10でも多分ここまで撮れないと思う。10も暗かったもんな。そう、14強いな、ね、いや、12から強い。だ12クソだけんだよ。クソあるわ、どうなった夜撮影どう試したことねえ。あれもなんかいけそうな感じするけどな。